あ、こうっすね。出雲市にあるコーランさんにちょっと来させていただきました。じゃあ中に入りましょうか。レンジもあって、これどれでも合うんですね、こんな量が。なんかすごくあれですね、むちゃくちゃ種類があるんですね。豚串カツソースがけとかむちゃくちゃうまそうじゃないですか、これ。うまそうね。でも普通におにぎりとかも美味しそうですけどね。ハンバーグ、フランクフルトまであるんですね。これ今度はなんかこういう形のお菓子売ったの見たことあるんですよ。なんかソーセージ入ったの見たことないですね。ご飯キューブ店内掃除調理詳しくは14位まで。これって今日作ったやつなんですかね。そうですね、この中に調理場があるんで。調理場があるんですね。今従業員さんいないですけど、なんか朝からお昼ぐらいまでなんかいてて、仕込みをしてまあここじゃあこっちにそう、まあ、隣のねうどん自販機とかにも補充したりとか。うどんそばもあるんですか。そうですね、天ぷらそば。俺そばは初めてかもしれないです。うどん自販機は結構何個見たことあるんですけど、そばはこれ天ぷらそばですね。そばは初めて見ますね。こういうラーメンの自販機もあるんですね。だから僕はラーメンってカップ麺の部分でお湯が出るやつは見たことあったんですけど、これは初めてですね。しかも2種類あるんですか、ラーメン。なんかラーメソなんか違うんですかね。でも同じじゃないですか。一緒ですかね。味が違うとかじゃなくて、まあ、なんか昔だからなんかこういうの作っ病院とかでもそうですけど、なんかいろんなことやりましたよね。こっちにもあるんですね、同じ。手作り爆弾、肉爆弾。いや、そういうことか。おにぎりってことですよね。肉がむっちゃ入った多分。と、なんでもうなんかこれってすごくあれですね。なんかなんかびっくりするぐらいこうもう定食屋かその飲食店ですよね。もうここまで種類があれば。いやー、面白いですよね。ドライカレーとかあるんですね。カレーね、ありますね。なんか見にくかったけど、いや、むちゃくちゃ美味しそうですね。卵乗ってますね。ね、手作りチャーシュー丼とか、スタミナ弁当。そうなもんがいっぱいですね。まあ、これは、まあ、なんか懐かしいね。これ缶全部触れるわけじゃないですか。いや、なんか俺開いたんですよ。初めてじゃないですか。そうです。ないですね。大体閉まってるというか。そうです。モックみたいなやつですね。いや、俺ね、なんかこれ、いや、もしかしてこれレプリカかなと、偽物でこれ並べとんかなと思ったら、こういうとこも下のメニューにそそるんですよね。だってこれ中身入ってないですもんね。ね、入ってない。昔多分そうだったんじゃね。昔そうだったんですか。そんな気が多分。ここから普通のゾーンって感じですね。そうですね。なんですか？なんかいろいろあるんですけど、かなり古いですかね。何がもらえるんですか？釣り道具、ちいかわ。なんかもらって帰りたいですね。ちょっとやってみたらどうですか？やってみましょうか。はい。なんかこれいきます？なんか確率が高そうな。この世界一周旅行ゲームやったらいいんじゃないですか。レトロ台じゃないですか、これ。レトロ台。100円入れてみましょうかね、せっかくなんでね。どうやるのかわからん。マジわからん。ここなんか押すんですかね。なんか押したら、なんか出てきない。そういうことか、弾いていくんだ。これどうなったら勝ち、正解。穴落とさんかったらいいんじゃないですか。ここもね、いかんように。ちょっと強め。じゃあ、ああ、そういう感じですか。おまけ抽選1なんかくれるじゃん。おまけ1プラスおまけ、これ最初に1個もらえるんじゃないですか。あ、多分そうですね。1個さっき出てきたんで、最初に1つとおまけ抽選でもう1個。何ですかこれ。大吉ですよ。実は大吉のグリーンアップル。ええ。てかこれゴールしたら何がもらえるんですかね。めっちゃ出てくるんじゃないですかね。わあって。でもその口がちっちゃい、限られてるんで。うわーって出てくるんじゃないですかね。なんか。無理水路の気になるものもありますよね。こうやって見ると。見ようだけど、いけるっすね。じゃあ一回両替までさせていただいて、これどうやって注文するんですか。そこなんですよね。あ、ちょっとね、意外と知らない人多くて。なんかこれちょっとやってみましょうか。じゃあまず200円入れてみましょう。で、ちょっと僕気になっとったやついってみてもいいですかね。あ、いいですよ。その6番のこれですよね。あ、回転して8秒経つと閉まりますので、速やかに商品をお受け取りください。どこあ、そうですそうです。あ、8秒。あ、そういうこと。ほっといたら多分もうびっくりしましたね。あ、ほっといたらお疲れ様でしたっていう。おかしいね。そうです。ちょっと一旦お返しもらいましょうかね。そういう感じなんです。俺下手したら今さっき言ったらもらえなかった可能性が。あ、それもある。あるかもしれない。ここにじゃあ気づかなかったら落ちてくるんかなって。いや、そうですね。これやっぱ昔ながらの。ちょっと気づかなきゃいけないですね。隣はまあボトンって落ちますけど。隣に行きましょうかね。ちょっと一つずつなんか。何がそういえば唐揚げとかですかね。なんか手作りすき焼きの手作り骨なし。あ、いいじゃないですか。チキンか唐揚げとチェック。あ、でも手作りって良くないですか。なんか確かにね、そそられる部分ありますね。ここは1000円でいける系ね。手作り、まあ、えっか。エビフライのところもあるんだ。49番、いただきます。これはどうなるか。購入か。お迎えにね、行ってくださってね。俺はゆっくりして結構ね。ゆっくりして。ゆっくりですね。まあ早く行ったら多分引っかかったりしてね、なんか落ちたりするんで。もうないですね、後ろがない。あ、ごめんなさい、大人気とほぼもうこの時間なんで。違う？困る。あ、隅にありますね。あ、隅にある。それがこういうことね。じゃん。骨なしでした。骨付きじゃないけど骨なし。あ、いいじゃないですか。これも温める方がいいのかな。そうですね。爆弾いきましょうか。じゃあ爆弾と。もういいですかね、行って。タイミングがわからない。これ爆弾、はい、とちょっとエッグ焼きそば行ってみてもいいですかね。ここあ、いいですよ。せっかくなんかちょっと気になったんで、なんかでも違うんですかね。25秒ね。まあ違う、あ、2つ、あ、同じものがこんだけ売れるから。てらたったんだ。これいいんかな、熱い。ここいただきます。多分これだったんですよ、実は。一番美味しそうやなと思って。勝手に開きますね、ここは。あ、開いた、向こうはやっぱ老朽化で。老朽化。壊れとったんですね。これをね、僕なんかじゃあ、行きましょう。いや、ちょっと。いや、これでいいですかね。一応30秒お待ちしましょうか。置いてますね。これで。揃いました。はい。でも夜も人おられるんですね、お客さん。ねえ、さっきいましたね。いましたよね。よし、では、いただこうかな。え、これもう食べてもいいですか。あ、いいですよ。もう、スマートです。ああ、なんか結構。いろんな具が入ったんですね、意外に思った以上に。メンマ、なんかラーメンの量多いですよね。麺の量多いかもしれないですね。2玉ぐらい。そんなあるんですかね。じゃあいただきます。うん、なんか昔ながらの醤油ベースというかね、どうじゃないですかね、中華そばみたいな。中華そば、そうそうそう。なんか無駄がない感じですよね。はい。あっさり系というか。なんかね、そうそう。スープは飲みたいけど、もうこれこのままいくんだよね。あ、そうですね、もちろん。美味しい。なんか懐かしいなって感じですね。で、これってこういうのもかけちゃってないですかね、こうして。あ、そうですね。多分醤油とか多分薄さ調整みたいだと思いますよ、その横しにある。あ、そういうこと。そうです、そうです。たまになんか薄いとかあるんで、機械なんで。あ、そうなんですか。じゃあちょっと醤油、いや、まあ、薄いかどうかもわからんですけど、薄めではありますよね。ちょっとじゃあ、これ醤油感を足すみたいな感じですか。そうですね。なるほどね。なんかでもこう本当に安いし、なんか定食食べに来てもいいんじゃないですか。なんか別に定食でご飯訳ありなんですかね、ここに来る人。まあ僕ら訳ありですね。まあ本当お仕事されてね、もうこんな時間までとかやってる方とか、特にこういう場所ってありがたいんじゃないかなっていう。なんかしかもあったかいっていうのがいいですよね。うん、なんかコンビニではまた味わいような味というか。と。行ってみましょうか、せっかくなんで。思ったよりスパイスで美味しいですね。まだ見た目からは想像できんぐらいしっかり味がついてます。うん、なんか楽しみでしたね、これ。しっかりついてますね。美味しい。ソースがめちゃくちゃマッチして美味しいですね。食べるもんいっぱいありますね。ね。全部食べるんですか、これ、今。今全部食べるんですかね。もうね、凍っとりますよ。凍ってんですか。うん、凍ってます、これ。あ、もう縦にしか割れんすね。もう爆弾みたいな、爆弾ですよね。肉爆弾。おにぎり爆弾、こんな感じです。意外にいろんなとこが絡まってて、うん、ありがとうございます。コーランさんにね、今日は行かせていただいて、もなんかドッキリいうかびっくりすることがとても多かったんで、あとなんかね、思った以上に最初はうどんとね、ラーメンと自販機だけかなと思っとったんですけど、いろんなものが楽しめて、なんか懐かしい感じも味わえて、とてもいいところでした。で、あとなんか昼来たらなんかね、ラーメンとかもかなり安いですよね。なんか限定メニューのラーメンがあったりするんで、ぜひ皆さんもね、来ていただければいいんじゃないかなと思います。